こんにちは、ミライトデザインのミライトチャンネルです。今日はテストの話をしようと思ってスライドを持ってきました。興味がある人はぜひ最後まで見ていってください。簡単に自己紹介をさせてください。僕はみんなからホゲさんって呼ばれています。4月にミライトに転職してきたばっかりです。その前は、いろんな開発を、主にバックエンドのサーバーサイドメインでいろいろやってました。テストはちゃんとしたテスターとかではないんですけど、面白いなと思っていろいろ調べたりしながら、画流でいろいろやってます。今日はちょっと僕自身がテスト面白いぜって思ってるので皆さんに紹介しようと思ってスライドを持ってきました。皆さんはテストしてますか？楽しいですか？僕は結構楽しいと思っていて、それについてちょっと今日いろいろ紹介できたらいいなって思ってます。で、テストって計画の話とか戦略の話とか、自動のやつとか手動のやつとか、大きいやつとかちっちゃいやつとか、いろいろあると思うんですけど、今日は自動でちっちゃいやつの話をしようと思っています。テストコードを書こうぜっていう話です。で、何をするかっていうと、一緒に簡単なシステムのテストを考えてみようと思っています。具体的に何をするかっていうと、有名な問題があるのでそれを使います。マイヤーズさんっていう人が書いたソフトウェアテストの技法っていう本があって、それの冒頭でこれからこの本を読む人に向けた自己診断テストっていうのが載ってます。簡単な判定処理のテストを作って、どれぐらいパターンを作れたかとか、実際にやるとどれぐらい難しいのかを想像するっていうのに使われる問題があります。これを今からぜひ皆さんに手元でやっていただいて、その結果を見ながらお話できたら面白いかなと思っています。通称マイヤーズの三角形って言われる問題です。お題を説明します。3つの整数を入力します。それぞれが三角形の3辺の長さを表しています。作られる三角形が何になるかを判定して表示しましょうっていう問題です。で、大事なのは実装とかプログラミングの言語ではなくて、今日はどんなテストパターンを考えたかっていうところにフォーカスして話をしたいと思います。先ほどもちらっと言いましたが、これそんなに時間かからないので、ぜひ手元で皆さんもやってみてください。ノートに手書きで書くのでも全然いいし、 HTML 作って JS で動かしてみるとか、 Java と PHP でよければ僕のリポジトリで Docker ファイル公開してますので、それをクローンしてやってみるとかがいいかなと思います。とにかく今日は出たテストパターンが主役なので、ぜひ繰り返しますが皆さんも手元でやってみてください。次のページから実際に回答例を見ていきたいと思います。本に載ってるのは14観点あります。順番に見ていきましょう。一つ目は有効な不等辺三角形のテスト。例えば3、5、7を入力するっていうパターンですね。二つ目は有効な二等辺三角形のパターン。三つ目は有効な正三角形のパターン。四つ目は二等辺三角形を3回転するっていうパターンです。これは3個テストを出してて1観点っていう数え方です。次が0があるパターン。次が負の数があるパターン。次が全部0のパターン。次が三角形にできないパターン。これは例えば227みたいに頂点がくっつかないようなパターンですね。それからそれを3回転するパターン。もう一回三角形が作れないパターンなんですけど、今度は頂点はくっつくけどギリギリで直線になっちゃうっていうパターン、224とかのパターンですね。それからまたそれの3回転。次は数字じゃないものが混じってるパターン、 77A とかですね。次が辺の数がおかしいパターン。これはどういうシステム作ったかにも若干よりますが、例えば画面にある3つの入力ボックスを2つしか入れないとか、コマンドラインツールでいっぱい数字を入れるとか、そういうのが考えられます。最後に期待値をちゃんと書いているかっていうので1点です。例えば333の場合は期待値は正三角形だよねってちゃんと書いてるかどうかです。テストコードだともちろん書くことになりますけど、手書きのノートだったりとか
結構手作業のテストとかをするときに忘れがちだったりします。ユーザーを参照するみたいなところまでしかテスト設計をしてないと、実際にテストをやった人が、いや参照したんですけどこっからどうしたらいいですかみたいになっちゃうことがあるんじゃないかと思います。で、いっぱいあってどれぐらい出てたかっていうのは皆さんお手元で確認してみてほしいんですけど、大事なのはどうやったらこれが自分で出せるかっていうことだと思います。で、ちゃんと理由があるはずなので、この自己診断テストで14点が取れるっていうことよりも、テストパターンの足し引き理由がちゃんと説明できるっていうことが大事だと思います。なので僕の感覚でこのパターンをちょっと分類して紹介し直してみようかと思います。あくまで僕が行った分類ですが、僕はこの14観点をこういうふうに考えて見ています。正常終了の結果が OK になるもの、正常終了の結果が NG になるもの、バリデーションに関するもの、境界値テストに関するもの、ブラックボックステストに関するものです。正常終了結果が OK になるものから見ていきます。これは14観点のうち、有効な不等辺三角形、二等辺三角形、正三角形が成立するものが該当すると僕は思います。これはシステムが正しく動いた結果 OK になったっていうパターンが該当します。数は結果の種類の数だけ簡単に出せるかなと思います。次に結果が NG になるもの、これは辺の頂点がくっつかないようなパターンが該当すると思います。システムが正しく動いて結果が NG になったっていうパターンが該当します。これも結果の種類分は簡単にパターンが出せます。例えば少し実際のプロダクトっぽいもので想像してみたいと思います。仮のサービスを考えます。購入した配送中の商品をキャンセルするっていう要件を考えます。正常終了して結果が OK になるものはいいよって言われるような場合です。で、正常終了して結果が NG になるようなものは、この出品者はダメですとか、生物だからダメですっていうようなパターンが考えられます。これはどっちも配送の仕様に基づいて正しくシステムが動いて判定したものだから、こういうふうに僕は考えています。次の分類は結果が NG になるものと少し似ているように見えるんですけど、バリデーションに関するものをお話しします。これは今回で言うと整数じゃないのが混じっている、アルファベットが混じっているとかっていうパターンと、辺の数がおかしいっていうパターンです。これはさっきと違って、そもそもシステムをちゃんと動かせないっていうパターンが該当します。これはどれだけパターンを出せるかっていうと、結構経験値とか意地の悪さとかそういうので決まるかなと思ってます。例えばこれもさっきの購入した配送中の商品をキャンセルするっていうお題で考えてみると、例えば手打ちを間違えちゃって注文番号間違っちゃったとかで、そんな注文知りませんっていうエラーになるようなものが考えられると思います。これはさっきと違って、そもそも配送の仕様で判定できてないっていうところが違います。なので僕はオチは3つあるっていつも考えてます。3つっていうのはこの図の右上から見ていきますが、正常終了して結果が OK になるもの、三角の例で言うと正三角形だよとか、配送の例で言うとキャンセルしていいよっていうパターンと、青い箱から出てる下の矢印、結果が NG になるもの、ただしちゃんと仕様に基づいて判断したもの、今回だと三角形になりませんとか、生物だからキャンセルできませんっていうパターンですね。それとその仕様に到達できなかった赤い箱から出てる矢印、そんな注文知りませんとか、辺の数がおかしいのでそもそも判断できませんっていうパターン、この3つを混ぜないっていうのがすごい大事かなと僕は思っています。次に境界値テストのお話をしたいと思います。これは0があるパターンとか負の数があるパターンが今回該当すると思います。挙動が変わる境目とか両脇を狙おうっていう考え方です。今回で言うと辺の長さとして成立しなくなっちゃう数字が怪しいです。まあ、そもそも何のシステム作ってても結構ゼロっていうのは超品質なので、よく見落とさないようにしておくといいかと思います。これもまたさっきとは別の仮のプロダクトでちょっと考えてみたいと思います。
例えば CSV を登録してウェブページのトップにお知らせ枠を出すみたいな要件、やったことある人結構いるんじゃないかなと思います。僕も昔8年ぐらい前に PHP でやったことがありますが、ボディが2行の時はお知らせ枠が1つでメッセージが2行、ボディが1行の時もお知らせ枠は1個でメッセージが1行で、ボディが0行の時はお知らせ枠を作らない。このボディの1行と0行の間に挙動の境界線があるので、0と1のあたりをちゃんとテストしましょうという考え方です。それから0みたいなハードコードじゃなくて、ロジックの境目を狙いに行くような考え方もあると思います。今回で言うと、辺の頂点はくっつくんだけどぴったりになっちゃって直線になっちゃうパターンが、僕はこれに該当するかなって思ってます。不等号とかを狙いに行くような考え方ですね。ちなみに僕は最初この不等号を付け忘れて実装していて、このテストコードを書いて自分で実装が間違ってるってことに気づいたりしました。結構大事かなって思ってます。これもさっきの CSV でちょっとだけ考えてみると、例えば CSV で表示するお知らせに有効日数が指定できますっていう時、8月31日に登録して30日有効ですっていう時の30日目と31日目とか、 if 文間違ってないかなっていうのを狙いに行くようなテストが大事です。それから最後にブラックボックステストのお話をします。これは3回転のものとか全部0のパターンが分類できるかなって僕は思います。これは実装を考慮したり想像したりしないで仕様からテストを作るような考え方です。例えば A と B と C は僕は相当する実装でやったから大丈夫とか、ゼロチェック一番最初に動くようにしてあるから大丈夫とか、そういうような考慮をしないっていう考え方です。以上で僕なりに分類してみました。再計すると正常終了の結果が OK になるものと NG になるもの、それからバリデーションに関するものと境界値テストに関するものとブラックボックステストに関するものです。テストパターンには理由があるっていうことがなんとなく感じ取ってもらえたんじゃないかなと思います。なんかいっぱいテストしてるんだけど、なんか足りてんのかこれでいいのかよくわかんないなみたいな不安がある人は、もしかしたらちゃんと理由が説明できるようになると、そういう不安が緩和するかもしれません。せっかくなのでちょっとだけ他の考え方も紹介したいなと思います。これはさらに僕が勝手に分類したりとか、僕が14答えがあるって知る前に自分で出してたテストとかの紹介をちょっとしたいと思います。ホワイトボックステストと境界値テストのもうちょっと考え方を広げたもの、組み合わせテストと状態遷移テストです。先ほどブラックボックステストの話をしましたが、今度はホワイトボックステストの話です。これはさっきと逆に実装を考慮してテストを作る考え方です。 if とか for とかクラス構造とかメソッドとかからテストを考えるものです。あの処理使うんだったら小数も確認しないとやばいなみたいな考え方のものですね。例えば PHP でもし実装してみた場合に、4と4と 4.9 のパターンが正三角形になっちゃうようなバグを探しに行くような考え方です。それからホワイトボックステストの中でコードカバレッジをもとにパターンを考えるっていうのもあります。例えばこの else if 一回も動いてないからこれが動くようなパラメーターでテストをしようみたいな考え方です。で、ブラックボックステストとホワイトボックステストのお話をしたのでちょっと整理をしておこうかなって思います。まずブラックボックステストは繰り返しますが、実装を考えないで仕様からテストを考えるやり方です。これで証明できることは仕様通りであることです。ただ証明できないこともあります。それは論理的に間違ってないかとか技術的にやばいところがないかっていうことです。例えば333が正三角形のことが分かっても、どうして正三角形になったかは極論わからないので、444が正三角形になるだろうっていうことは想像できないんですね。それからじゃあ555はどうなの、666はどうなのとかってやったらキリがないですし、例えば先ほど小数の話をしましたが、
PHP のそのメソッドをそういう使い方したらこういうバグ出ちゃうんじゃないのみたいなのは拾えないです。次にホワイトボックステストですけど、これは実装からテストを考えるものです。で、証明できるのは実装が意図通りであることとか、どの行が動いたかっていうことです。これにも逆に証明できないことがあって、使用通りなことや動いた行が正しいかっていうのは証明できないです。例えばどういうことかっていうと、 JUnit でものすごいたくさんテストパターン出してて全部グリーンになっててバッチリだぜみたいな感じの時に、そもそもでも仕様を勘違いしてたから期待値が全部間違ってるっていうような可能性が残ります。それから行が動いたことと行が正しいってことが一致しないっていうのを気にしておく必要があります。例えば絶対値を計算するようなメソッドを作ってる時に、リターン A-B っていう実装をして A に5、B に3を入れたような場合、 5-3 で絶対値が2になります。期待値通りだしちゃんと動いてて行も動いてるからカバレッジ 100% だけど、3と5の順番で引数を渡したら絶対値なのにマイナス2になっちゃうので、カバレッジ 100% だけどバグってるんですよね。なので必ずしもカバレッジが高ければ品質が高いっていうことではないのを覚えておく必要があります。それからどちらか片っぽしかこのテストをやっていないと、例えば何かのメソッドを作ってこういう実装の仕方をしたからこのテストは書かなくても大丈夫みたいなことをやっていて、で別の人が実装の方をリファクタリングしちゃったりすると、考えてたやらなくてもよかったテストがいつの間にか闇に消えちゃったり、そこだけ打ち漏らしてバグっちゃったりしてるっていう可能性があるので、どっちかだけではうまくいかないっていうことを覚えて適宜使い分けるっていうのが大事だと思います。次に境界値テストのお話をします。これは先ほどのゼロ以外にも空文字とか空配列とか、言語によってはヌルとかアンデファインドとか、そういうところを気にするようにした方がいいと思います。だいたい皆さん一回はなんか空配列なのにゲット1やっちゃったとか、そういうので例外出ちゃったとかあるんじゃないかなって思います。今回で言うと、例えば一辺も指定しないときに例外出ちゃうよみたいなのが見つかる可能性があると思います。それから上の方にも境界値テストの目を向けてみるといいかなって思います。例えばオーバーフロー、コンピューターが大きすぎる数字を扱えなくなっちゃうことをオーバーフローって言いますが、それが起きないか探してみるっていうのが土定番かなって思います。言語によりますが、 Java の int の場合は32ビット、21億ぐらい、 PHP の int とか Java のロングだと64ビット、900K ぐらいでオーバーフローしちゃうので、その辺狙ってみるっていうのがあるあるのテストかと思います。皆さんお手元でもしコードが動く人がいれば、ここに載ってるようなコードをちょっと試してみてください。思ってるのと違う結果が得られるかもしれないです。ここから先は組み合わせテストと状態遷移テストの話をちょっとだけします。今回の三角形には直接は出てきませんが、実業務だとよく出てくると思うのでぜひ聞いてください。組み合わせテストはまず大きく有速と無速っていうのに分けられます。パラメーターが相互に影響するような場合を有速って言います。例えば仮のお題を考えると、年齢割引と時間割引と曜日割引の合計で遊園地だか映画館だかのチケットの料金が決まるっていうようなパターンです。これは総数はそんなに多くないんですけど、あり得るパターンを全部きっちりテストしたいよねっていうようなことが多いと思うんですけど、そういう時はデシジョンテーブルっていうのを使うのがよくあります。それからパラメーターが相互に影響しないはずのものを無速って言います。例えば3つの商品、3つの決済方法、3つの梱包方法があるようなサイトでお買い物をする時の口座振り込みをしたからこの梱包がバグるっていうようなのは、普通に考えたら関係ないよねみたいな時がこれに該当します。これは関係ないはずなので、カバー率を増やすような、たくさん試すようなテストが必要になってきます。具体的には認識間網羅っていう考え方があるんで後で紹介します。
最後に状態遷移テストの話をします。これは皆さんやったこと絶対1回はあると思うんですけど、ステータスがどんどん遷移していくような時に有効です。例えば商品をカートに入れて注文して配送するって一言で言った時でも、商品のステータスって在庫とかカートとか決済済み、配送中、配送完了とか、カートから出したりキャンセルしたら連入するとか、不在だったら再配達するとか、ステータスの遷移が複雑な場合、これをテキストでやるのはかなり厳しいので、状態遷移図とか状態遷移表を使いましょうっていうのがよくあるやり方です。また再掲しますが、最初に紹介した以外にもいくつかのやり方があるっていうのが少し分かってもらえたんじゃないかなと思います。最後に一つだけ大事な話をしたいと思います。それは減らす話です。テストって終わらないんですね。テストって証明できるのは検査した範囲にバグがないことだけなんですよ。で、ここで紹介したテスト手法って終わんないんですよ。例えばブラックボックステストで333やりました、じゃあ4の時どうしますか、5の時どうしますかってやったら終わらないし、ホワイトボックステストもある行に到達するまでにこっちの if 文入って for 文が3周して最後にこっちの else 文入ってみたいなのまで、その行に到達する経路まで言い出したらキリがないですし、組み合わせテストも簡単に爆発して多くなります。さっきの商品、支払い、梱包が10種類ずつになったら、総当たりしたら1000パターンになっちゃうので、かなりやってられないと思います。なので、見た範囲しかバグがないことを証明できないけど、全部見れないので、どっかでテストをやめないといけないです。で、どうやってやめるかなんですけど、やめるのにもちゃんと理由が必要です。例えば、ブラックボックステストだけど、実装見て、これが正三角形なら444も正三角形だろうとか、全部のコードカバレッジ確認できないけど、まあ見る限り if 文全部合ってるから大丈夫だろうとか、組み合わせテストも総当たりを諦めようとか、コストとリスクを天秤にかけ続けるっていうのが大事だと思います。で、じゃあどうやんのよって話だと思うんですけど、具体的に2つだけ紹介します。まず1つが同値分割って言われる考え方です。これは例えばお題考えますと、カートに商品を100個まで入れられます、4個以上は割引ありですっていう時、4個でテストして5個、6個、7個ってキリがないよねってなった時に、同値クラスっていう同じ結果になるはずのグループを作って代表を選んでテストをするっていう考え方があります。実際にはほぼ境界値分析と一緒にやることになると思います。今回で言うと、カートに入る加減の0と、割引の話が出てくる境界値の4と、上限の100と、その周辺の値を、1と3は同じグループに入ってるからどっちかでいいよねって考えて選んでいくようなやり方です。それから先ほどちらっと出ましたが、認識間網羅っていうのについて軽く紹介します。これは先ほどから出ている商品、決済、梱包のお話を使いますが、商品などのパラメータの部分を因子って言います。今日は使わないですけど、値の部分は水準って言います。で、2つの因子を見たときに全部のペアを出現させるような考え方を認識間網羅って言います。昔の論文で大体のバグは認識間で出るっていうのがあって、それに基づいたやり方です。で、もちろん総当たりをすれば全てのペアは出現するんですけど、もっと減らす方法がいくつかあります。そのうちの一つがペアワイズ法って言われるものです。これ実際にペアワイズ法でさっきの 3種類のパターンを作ったものなんですけど、ある2列を見た場合には全てのペアが出現しています。例えば商品 1,2,3 に対して支払いの ABC は全部います。1と A、1と B、1と C、2と ABC、3と ABC、 それから商品と梱包で見た時の1,2,3 に対する XYZ も全部出てますし、商品 1,2,3 と梱包 XYZ の全てのペアも出ています。ただ総当たりすると27パターンになってしまうところが、ペアワイズ法だと9パターンで済んでいるっていう
減らし方があります。この表はマイクロソフトの出しているピクトっていうツールで簡単に作ることができるので、興味があったら皆さんもぜひお手元で試してみてください。まとめです。テストパターンを考えるときはロジカルに増やしてロジカルに減らすっていうのが大事だっていうふうに僕は考えています。増やすときは何を狙ってどう動かしてどういうバグを出そうと思うか考える。それからテストは必ず全部見ることができないので減らすのにも理由を持ってやる。コストとリスクを考えてどれぐらいやるか判断するっていうのは、例えば新規リリースだからリスク増やしちゃダメですね。コストを増やしてリスクを減らそう。例えば同値分割を細かくやろうとか、同じクラスから念のため選ぼうとか、2因子間モーラーっていいと思うんだけど3因子間モーラーにしておこうとか、逆に微修正しかしてないリリースだからコスト減らして、まあもともとリスクもそんなにないはずだから軽めにテストをやっちゃおう。例えば2因子間モーラーの時に水準を同一視して数を減らすっていうようなやり方があったりとか、まあ、実装を見てもうこれだったら絶対ここテストしなくて大丈夫でしょうとか考えて、そのリリースに応じてリスクとコストっていうのを考え続けるっていうのが大事だと思います。僕のお話は今日はこれで以上です。なんかテスト面白そうだなとか、なんかちゃんと手法があるんだったらもうちょっと自信つきそうだなとか、次のリリースの時もうちょっとうまくテストできそうだなとか思ってくれたらとても嬉しいです。この動画 YouTube に公開された後コメント欄誰でも書けるようになってるはずですので、俺はこんなやり方でやってるぜとか、こういう風なやり方もあると思いますとか、そういう意見をお持ちの方がいたらぜひ勉強させていただきたいので、コメントで教えていただけたら嬉しいです。それからこのスライドはどこかにアップして YouTube の概要欄からリンクしておくようにしますので、ぜひお手元でご覧になってください。最後にこの動画が面白かった方はぜひ高評価をお願いします。それではまた何かの企画でお会いしましょう。またね。